ジェームズ・ W ・マッコード・ジュニアは、ウォーターゲート事件で有罪とされた、侵入犯のうちの一人、ベーラー大学卒業後、1942年 FBI、捜査官。1946年から1948年、ジョージ・ワシントン大学大学院で学ぶ。1951年 CIAA 展示る。1970年に警備部施設課長で退官。退官後は、 警備会社、マッコードアソシーツを立ち上げるとともに、大統領再選委員会の警備部長となる。マッコードは1972年6月19日、早朝、ワシントン DC のウォーターゲートビル内の民主党全国委員会本部への侵入を指揮し、6つの告発について有罪を認めた。彼はその後彼の証言が、ホワイトハウス法律顧問ジョンディーンを呼び、 元司法長官ジョン・エイノ・ミッチェルからの圧力によって偽証を強いられたされたとする連邦裁判所判事ン,ン・シリカへの公弁書を提出した。彼の公弁書はウォーターゲート事件においてニクソン政権の交換が多数共謀していたことを明らかにした。なお、マッコードが返信したのは精神薄弱の子供を抱え無期懲役に等しい判決には耐えられない。 全面自況によって少しでも減刑してもらいたいと考えたからと言われている。1974年に圧力の課題投了再生委員会を辞職し、マッコードはミシガン大学の運動部の講演者になったが不法な賭博に関係し、プレイヤーに金銭を与え問題になった。彼はミシガン州立大学のポイントガード、マテーン・クリーブスに現金80万ドル以上を与えた。 2017年6月15日、ペンシルベニア州ダグラスビルの自宅で水岩により93歳で死去。彼の死は2019年まで報道されなかった。ありがとうございます。